公共曲第13番変路短調作品113は、ドミートリー・ショスタコービチが1962年に作曲した公共曲、バビアールという通称を持つ。この作品は、エフゲニー・エフトゥシェンコの詩によるバス独唱とバスが師匠付きの5つの楽章からなり、第一楽章の表題であるバビアールをこの公共曲の通称とすることが一般的となっている。 バビアールとは当時ソビエト連邦を構成する共和国の一つであったウクライナのキエフ地方にある強国の地名で1941年にこの地に侵攻してきたナチスドイツによるユダヤ人虐殺が行われた場所である。第一学章はこの虐殺事件とともに低成ロシア末期における極右民族主義団体によるユダヤ人弾圧にも触れその後のソ連においても ユダヤ人に対する迫害や反ユダヤ主義が存在することをほのめかし、告発するような内容の歌詞になっている。また、第二学章以降も、ソ連における生活の不自由さや偽善性を揶揄、告発しているとも取れるような歌詞が用いられている。スターリン体制以降、ソ連でも反ユダヤ主義が強まったが、ソビエト連邦には人種、 民族問題は存在しないというのが建前であったこともあって、初演後に問題となり、フルシチョフの命令で、エフトゥシェンコ自身により、第一学章に使われた詩、バビヤールが改編された。ショスタコービチに対しても、改編された詩に基づいて、音楽を書き換えることが要求されたが、ショスタコービチはこれを拒み、結果的には、音楽は改編されず、 歌詞の変更も一部が上昇されたスコアの上からの鉛筆書きという形で取り入れられるのみとなった。具体的にはユダヤ人として生きる苦しみをキリストの受難に例える部分がロシア人やウクライナ人もユダヤ人と共にこの地に眠るという内容に変わり、また後半部分においてはっきりと虐殺という言葉を用いて犠牲となった老人や子供に思いを馳せる部分は ファシズムの進行を阻んだ、ロシアの偉業を称える内容に変更されている。ただし、西側では1970年のユージン、友人王マンディによる国外初演から変更前の元の歌詞で演奏されており、ソ連では1985年のケンナジー、ロジェストベンスキーによる録音で、元の歌詞が用いられている。これ以降、現在では、元の歌詞によって演奏されるのが普通である。 また、ユーリテ・ミルカーノフは、作曲者の存命中に、元の歌詞で演奏したことがあると語っている。日本での初演は、ショスタ・コービチ追悼演奏会として、早稲田大学公共楽団、式、山岡重信、役師、伊藤一郎、男性合唱、早稲田大学グリークラブ、東門グリークラブ、バス独唱、岡村隆史により1975年12月7日に、 東京厚生年金会館大ホールで行われた。1962年12月18日、モスクワ音楽院大ホールにて、キリル・コンドラ新式、モスクワフィル・ハーモニー管弦楽団、ロシア共和国合唱団グネーシン音楽、大学合唱団、バス独唱、ビタリー・クロマツキー。翌々日の20日にも再演された。 反体制的な歌詞の内容から当局の必要な嫌がらせが続き、バス独唱者が次々と交代し、リハーサルに当役人が立ち会ったりした。初演前日には、フルシチョフとエフトシェンコ、ショスタコービッチとで抗論が行われ、ついには初演当日、指揮者のコンドラシンにまで出演をキャンセルするように圧力が加えられた。当然、関係者はこれらを跳ねつけたが、 ドタンバで3人目の独唱者のビクトル・ネチパイロがキャンセルすぐさまグロマツキーが代役を買って出るなど初演をめぐって状況は2点3点した。こうして多くの警官隊が包囲する物々しい雰囲気で初演が行われた。当初ショスタコービチはエフゲニー・ムラビンスキーに指揮を依頼したが断られたためにコンドラシンが指揮することになった。 第一楽章が終わった時から大ホールは、客席から拍手と歓声に包まれ、演奏が終了すると、舞台には、ショスタコービッチとエフトシェンコが、ブラボーショスタコービッチ、ブラボーエフトシェンコ、のリズムカルな掛け声と万来の拍手に迎えられていた。ショスタコービッチの友人で、ピアニストのマリア・ユージナは、公共曲第13番で彼は、再び、我らの仲間になった。と称賛した。 演奏時間は約1時間。リバース・アダージョ・バビアールでのなちのユダヤ人虐殺や、帝政ロシア時代末期の反ユダヤ団体、ロシア民族同盟によるユダヤ人排斥運動、ドレフィス事件、そしてアンネ・フランクなどに触れつつ、未だロシアや世界にはびこる反ユダヤ主義を激しく糾弾する。アレグレットこの世のどんな権力者、支配者もユーモアをと名付けることはできなかった。 と歌う。皮肉と毒に満ちた楽章である。バルトークの2台のピアノと打楽器のためのソナタ第3、楽章の旋律が引用されている。これは、自身のイギリスの詩人の死による6つの歌曲第3曲、処刑前のマクファーソンの再引用である。明らかに、バルトークを意識しており、公共曲第7番第1楽章、戦争のテーマの皮肉な引用のされ方への意思返しと、 思われる。贅アダージョペリメニオー買いに商店を訪れた詩人は、家庭の生活のために、寒さに耐えながら、行列に並ぶロシアの女性たちを目にし、様々な苦難に耐えてきた彼女らを、女神たちと称え、彼女らにぼったくりを行う商店に対し怒りを覚える。一方、詩人自身は、女性たちのような買い物加護は持たずにブラッと来店し、 当時の高価なインスタント食品のペリメニを買って、ポケットに突っ込んで店を出る、という世間離れした生活をしていることが示唆されている。なお、万引きという解釈は、全くの誤解で、ソ連時代の冷凍ペリメニの袋は大きいので、ポケットからはみ出てしまう。ラルゴスターリン時代の密告や、粛清による恐怖はロシアで、死のうとしているが、偽善や虚偽がはびこるという、 新たな恐怖が存在していると歌う。アレグレット自動説を主張し続け、軟禁されたガリレオ・ガリレオ例に世俗的出世をして危険を顧みず、人々に呪われてでも信念を貫き、後の世に認められる生き様こそが真意の立身出世であると歌う。ありがとうございます。